体育勲章は大韓民国の勲章。1973年1月25日の将軍法改正により制定された。体育勲章は将軍法第17条4項により体育発展に功績を立てて国民体育向上及び国家発展に寄与した功績が明確なものへ授与されることが規定されている。スポーツの世界大会で活躍した選手や監督、 コーチなどが受賞している。体育勲章は後等級からなり、各等級の名称は、将軍法試高齢第11条により定められている。体育勲章の会には、将軍法第26条4項で規定される、体育法章が存在する。体育勲章の各等級の衣章は、将軍法試高齢第13条により定められている。と、 樹からなる、正明、エディ賞と略樹のセットが基本で、さらに上位に東急の清流賞と猛虎賞には副賞が添う。小色の衣装は、表面中央の円盤にあしらわれた外線の図から伸びた五両の白色光線に月景感が重ねられた形状で、正明の賞には無球花の破綻の柱がつき、フランスのレジオンドヌール勲章のそれに類似している。樹は、 黄色地の両端に緑線が入り、ザクロ症からボタン症までは細線が一本ずつ増えるが、無球下症の大樹は無樹となり、その本数で等級が区別される。樹は大々色地の両端に黄緑線が入り、キリン症から猛虎症までは細線が一本ずつ増えるが、清流症の大樹は無樹となり、その本数で等級が区別される。 正明はそれぞれ、清流章は右肩から下げて廃用する大受章、猛虎、巨像各章は喉元に帯びて廃用する中受章、白馬、麒麟各章は左胸に廃用するロゼット付き章受章である。上位に東急の副章はいずれも左胸に廃用する正章である。また、体育法章は白馬、麒麟各章と同じロゼット付き章受章だが、金属部品は、 銀色となり、銃は、大々色地の中央に、黄緑線一本が入る。なお、従来の清流省の女性用症色は、男性用より小さい寸法が規定されていたが、2015年12月31日の、将軍奉仕恒例改正により、男性用の寸法に統合された。ありがとうございます。